対1レーンになります。もし一般入場のお客様がいれば一般入場だと1レーン奥の方になりますので、お間違いのないようご協力お願いいたします。会社のご提示お願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。選手の入り看板。
台本あるね。なんかありますね、台本。うわー、カオス。俺、3年間にトークショーって言ったら生まれないですよ。登場してください。はい、最初。あ、はい。ガチ MC じゃん。あ、そうですよ。もちろん。選手として。選手じゃないですか。そうです。ちゃんとみんなのことなんとか選手って呼びますからね。聞くと面白いぞとか、なんかあったりしますか。もう他の年俸とかで。期待です。女性事情。女性事情を聞く。ね、まあでもあれじゃないですか。オフ入るんで、うん、オフシーズンオフ何するとか。うんうん、山田ロールする。山田ロール。また俺の次パクになっちゃうから新しく。山田何にする。山田何にする。蹴飛ばせよ。しますので皆さんもぜひ楽しんでいただければと思います。よろしくお願いします。はい、僕の両親がキッチンカーやっててオムライス販売してるんですけど、もしよかったら皆さんも足を運んでみてください。名前はキッチンアマリージョっていう名前で、スペイン語で、黄色っていう意味で、はい、親もレイソルファンなんで、仲良くしてやっていってください。
やばいやばい。お願いします。はい、お願いします。あ、そうか。はい、ダメ、笑顔はないですね。はい、チーズ。あ、OK です。はい、ありがとうございます。いただけると思いますし、ちょっとした裏話も聞けるかもしれませんが、あのこの場限りということで、あのよろしくお願いします。じゃ最後にですね、もう一度皆さんにメッセージをお願いいたします。はい、本当に今年1年ありがとうございました。まあ、皆さんに借りを作ってばっかりの1年になってしまったので、来年以降返せるように頑張っていきたいと思います。本当にありがとうございました。ありがとうございました。それではこれからあちらに販売の方に行かれるんですね。はい、それではチェンジでお願いします。ありがとうござい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 ます。トートバッグになります。はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。これです。はい、お、トートバッグ1枚。トートバッグ、やった。はい、整理券と1000円。じゃあ1枚いくか。1枚いってください。もう1個なんだろう、もう1個なんだろう、もう1個なんだろう。マグカップ。ママと一緒に使えるやん。大丈夫。はい、ありがとうございます。バイバイ。応援してます。ありがとうございます。1枚お願いします。片山選手、ありがとうございます。昨日の試合について。じゃあ1枚いってください。はい、チームとしてはすごいみんながベストを尽くして戦い切ったと思いますし、まあ、最後僕が一番こう試合を決定づけられる場所まで入れたんで僕の力不足だったと思うので、まあ、次こそタイトル取れるようにやっていきたいなというふうに思います。試合だったなって思いますが、 PK までもつれ込んでね。そうですね、まあ、気持ちの部分とか戦う部分、まあ、そういったところはこう、まあ、自分たちの持てるものを全て表現するっていうことを心がけて立ち上がりから最後まで走り切ったっていう自信もあるので、まあ、そこは自分たちの持てるものを全て出したって言い切れるかなというふうに思います。来年こそはタイトルを取れるように頑張りたいと思います。はい、言いましたよ。来年こそは何を取るって言いました。タイトルを。それではまた。よろしくお願いします。ね、レイソルのファンとしてはやっぱり間違えてほしくない。小山くん、はい、この選手ですよね。一応、はい、はい、まあ、一応そっちに行ってみますか。じゃあそうですね、こんだけいますんで。正解は×です。ありがとうございました。これまでに脳卒中センターとの企画でお医者さんのコスプレをした選手は6人いる。丸か×か。これ携帯で調べるのやめてくださいね。これ急に言われる。これに対しては僕も厳しく審査しますので。丸か×か。いいですか。答えは×です。5人
コスプレをした選手がいるみたいです。僕は一人で6回ぐらいやってますけどね。将来の夢は、バス釣りのプロである。丸か×か。え、本当にいいんですか皆さん。正解は丸です。あぶねあぶね。宇宙にも書いてます。やった。サイン入りの公式試合球と、はい、限定の僕のサイン入り缶バッジ。ありがとうございます。はい、頑張って、はい、はい、色紙ね、はい、はい、カンバチじゃないんですね、バッチリ、色紙、色紙なんですね、はい、ありがとうございます、カンバチください、あ、カンバチありがとうございます、はい、はい、ありがとうございます、あ、色紙ですね、ありがとうございます、あ、色紙ですね、ですよね、はい、ありがとうございます。勝田のユニフォーム着てますよ。じゃんけんぽん。おー、すごい、思いが伝わりましたね。おめでとうございます。これは嬉しいですね。これは嬉しい。確実に入れてかかるしかないですよね、お部屋に。上がってますもん。寿司上がってますね。じゃあお寿司、じゃあお寿司。ちょっと声出しすぎて。皆さんに好きなネタはありますか。お花選手だ。僕イクラで。イクラ。タス選手。僕エビで。エビ。僕は王道のマグロで。お花。イクラ。イクラ、エビ、マグロ。皆さん差し入れの時はぜひそれでね。生もなかなかないんですけどね、お願いします。気をつけて。いい身体能力してるね。スカウトしようかな。すごい。かわいいね。じゃんけん強いですね。今度からは手加減してください。うまい。ありがとうね。ありがとうございます。ありがとう。サッカー選手はじゃんけんも強いんです。武藤選手、去年の時柏日本学と結婚式して、メッセージを送っていただいてありがとうございました。ありがとうございます。夫婦円満の秘訣を教えてください。いつも夫婦円満の秘訣ですか。いやー、そうですね。この中に妻がいるんでね。言葉選んでないですね。いや、なんだろうな、一番は何でもうんってうなずくことが一番です。奥さんを大切に、奥さんが喜ぶことをなるだけできるように頑張りましょう。お互い頑張りましょう。ありがとうございます。じゃあ犬谷選手もね、奥さんいらっしゃいますけど、どうでしょうか。いや、もう毎日楽しいです。のろけてますね。秘訣教えてください。どうやったら楽しくなるのか。やっぱ楽しむっていう気持ちですか。はい、楽しませてるんですか。楽しませても、まあ、でも楽しませてもらってます、いつも。はい、素敵ですね。本当にいい妻をもらいました。あら、僕だっていつも燃えましたからね。僕だって。早速、お疲れ様でした。
皆さんそれぞれ背負われて背番号、お好きな理由というかそれを選ばれた理由を聞きたかったです。よろしくお願いします。まあ、僕は13番つけたことがあってそこから好きになりました。まあ、特に深い理由はないです。まあ、で、まあ、レースに来るタイミングで空いていた13番をつけさせていただきました。僕はもともとユースの頃からサイドバックをやってて、で当時トップチームで酒井選手が4番をつけてましたし憧れの選手でもあったのでっていうのと、あとはクラブから4番どうだっていう話もあったので、そこでこう自分にプレッシャーかける意味でもつけてやっていきたいなと思ってつけ始めた話です。はいよ、また言いづらいだろうね。50番は、清水、今清水にいる鈴木よしのり選手が50番つけてて、まあ、彼のリスペクトを込めて50番をつけさせてもらってます。意味あったんですか？ちょっと今、J-League の番が50が一番上だった。そうです。99になるっけ？99になりました。99になったか、はい、です50にも意味があったと。ちゃんとすいません、適当だと思ってました。はい、僕は、まあ前に所属してたチームで9番をつけてから、まあ、9番というものが好きになったんですけども、まあ、柏でも、9番を着、まあ、させていただけることになって、まあ、たくさんの、素晴らしい選手たちがつけてきた番号ですし、僕もその9番を背負って、この柏でプレーしたいなと思って、覚悟を持ってつけさせていただいてます。これからも9番に、ね、恥じないプレーを見せていけるように頑張りたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。来年もお願いします。ストレッチっす。お疲れ様です。やったぞー、やったぞー。Corumbá City. Corumbá. Fala o nome aí, velho. Vocês estão ali que vai te dar uma feria. Time? É, time. Canarinho. Canarinho da tua tela. Brasil time.
Thank you.
Thank you.
出場権を使ってコンスタントに試合に出場できたというのが、まあ、自分 の, その、まあ、サッカー人生を振り返ってすごい重要なシーズンになると思うので、まあ、これを来年以降しっかり続けていくことが、まあ、サッカー選手としての価値を上げるということになると思うので、来シーズン以降もコンスタントに試合にしっかり頑張りたいと思います。そうですね、本当にタイトルを、まあ、できれば天皇杯の決勝の試合で取り返したいですし、天皇杯以外にも2番カップだったり、リーグ戦もあるので、まあ、どの大会でもしっかりタイトルを狙えるようなチームになっていくように頑張りたいと思います。次は、誰になりたいと思います。お願いします。今年来ていた本当にありがとうございました。来年はしっかりタイトルを取れるようにチームで頑張っていきますので、引き続き応援よろしくお願いします。残念ながらなってしまったので、本当に申し訳ない。
でも本当に皆さんも素晴らしい実況でもですね、見せていただいたハムスターという声が大きくてですね、この辺はいかがですか？そうですね、まあ、PK やるまでも確認するというふうなのかとか、負けた理由をちゃんと持ってないんですし、選手みんな、今回は大変なプレーをしていたので、このまま、チームに一緒に頑張っていただきたいので、これからも楽しみにしてください。よろしくお願いします。